はい、じゃあ名前と自分の名前 とジュニアの時にサッカーやってたチームを教えてください。下村東馬です。はい、ジュニアのサッカーチームはレアッシュです。はい、で今やっているポジションを教えてください。今は右サイドバックです。自分が、今サッカーやってて得意なプレーあったら教えてください。相手を抜く速いドリブルや、アシストとかです。はい、じゃあトーマは、3年間多分レアシでねサッカーをやると思うんだけど、個人としてなんか目標があったら教えてください。点をたくさん決めることです。じゃあ最後に、チームとして何か目標があれば教えてください。大会で優勝することです。はい、じゃあ大会優勝目指して頑張ってやっていきましょう。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。